こんにちは AC カウンセリングの吉野亮太ですこの動画をご覧いただきどうもありがとうございます、えー、今日はですね視聴者さんからご相談のお便りいただきましたのでそれに向かって回答していきたいと思います、えー、オレンジさんとおっしゃる主婦の方からのご相談です不登校の動画を拝見しまさに我が家は夫婦不仲の家庭ですということですね私は子供のために夫と仲良く協力していきたいとは思えず別れたいと思っておりますと 必ず夫婦が協力し合わないと子どもの不登校問題は解決できないのでしょうか。子どものために仲良くしなさい、協力しなさいと言われるとすごく苦痛でなりませんっていうお便りですね。えー、オレンジさんご相談ありがとうございます。まあ、文面からねお子さんが不登校の状況でさらにねご夫婦関係がちょっと今こじれている良好じゃないご様子が見て取れるんですが、きっとねオレンジさんもね一人で問題を抱えて大変なんだろうなとお察しします。 今回は、オレンジさんのご相談にお答えしつつ、きっと少なくないご家庭が、夫婦仲が冷めきっている上に、さらに子供にメンタル不調が現れている状況に悩んでおられると想定してお話していきます。動画の後半ではね、結局離婚すべきなの我慢して仮面夫婦を続けるの他に方法ないのということについてお答えしながら、子供にこれだけは言ってはいけない一言っていうのもあるんですよっていうことについても解説していきます。ぜひ、動画を最後まで見ていってくださいね。 このチャンネルでは、アダルトチルドレンや、毒をや、機能不全家族、HSP などのワードで、ね、検索してたどり着かれた方のために、さまざまなお悩み解決方法について詳しく解説する動画です。日々いろんな情報を更新していきますので、ぜひ今の間にチャンネル登録しておいてくださいね。では、早速始めましょう。私自身日々 いろんな方のご相談をお受けしてるんですが、その中にはね、お子さんが不登校になってしまっただとか、夫婦仲が悪くても修復の方法が見つからないというものも多く寄せられてるんですね。でそしてそのご相談をお伺いしながら、ご相談者の向こう側にね、膝を抱えてうずくまっておられる、うん、小さなお子さんの姿というのも想像しながらお話聞くことも多いです。で夫婦仲が良くないご家庭のお子さんは 自分の無力感をを味わわされるといいう経験をしていきますこれ夫婦仲が良くないとお子さんが無力感を味わうというのはどういうことかって思われるかもしれませんがね例えば喧嘩したり無視し合ってる両親を見てね子供は子供なりに自分の力でなんとか仲を取り持てないかって考えちゃうんですよね。 で雰囲気が悪い家の中でもう笑顔がもう張り付いてしまったように何が楽しいわけでもないのにもうニコ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 って笑顔で接してなんとかならないかって頑張っちゃったりいい成績を取ってき帰ってきたら親はその瞬間喧嘩をやめてくれるのでとにかくいい成績を取ろうと思って勉強して頑張ってしまったりだとかこれ以上自分が問題になって夫婦喧嘩が発生しないように 迷惑をかけないように良い子、いい子になろうとしてしまったりね。えー、場合によったら親がお父さんの愚痴を言う、お母さんの愚痴を言うのをうんうんそうだね、そうだねっていう、もうまるで子供が親のカウンセラー役を、えー、してしまうなんていう場合もあるんですね。で、それでね、夫婦仲が良くなってくれたらいいんだけど、でも親は一向に仲直りしようとはせず、ずっと居心地の悪い状態を続けてしまう。で場合によったららママの方からね ちょっとさ、パパにご飯できたって言ってきて、なんて言ったりね、今度はパパをパパでママ,ママに直接言わずに、ああ、これママに今月の分って、この封筒を渡しておいてくれたら分かるから、みたいな感じで給料袋を渡したりとかね、そんな風に子供を間に挟んでしまうこともあるんですよね。で、こういう状況がね、たまに喧嘩した時だけとか、まあ、 そういう状況もちょこちょこあるけども、まあ、1日も2日もすれば、まあ、お互い仲直りして、まあ、普通にしゃべるみたいな状況ならまだしも、もう2人がしゃべってるのを見たのは何年ぶりだろうみたいな、そんな冷めきった空気感が家の中に流れて、ご夫婦同士は話をせずに、もう子供を介して伝えるみたいな、そんなことばっかりになってしまうっていうのがね、ちょっとこれ、まずいわけですよね。そしてまた何か夫婦で まずいことが起こってしまうと今度またバーンって正面衝突するかさらに溝が深まってしまってまたそこで子どもが頑張ってしまうこういうのはちょっとまずいっていうのは親御さんも理解してほしいわけですよね。でこういう親同士が冷め切った状況でもまあ子どもがねいい子でいてくれるから助かるっていう場合もあるんですがこれお子さんの側からするとね安らげるはずの家庭がとんでもなく気を使う状況になっているがために。 外の世界で、例えばいじめにあっちゃっただとか、えー、仲良くしてた友達とトラブルを起こしてしまっただとか、えー、受験に失敗したとか、成績が落ちてきてしまったとか、もしくは何か夢をね、呪文も持ったんだけども、その夢を否定されるような出来事が起こってしまうとかいう何か一つポキッと折れる出来事が起こるだけで、それが引き金、まあ、トリガーと呼んでるんですが、トリガーとなって、いつの間にか。 何するか動けなくなってしまうっていう経験をしてしまう場合に至ってありますまあ、こうなった時親御さんはね学校で何があったのとか誰かに何か言われたのっていうことばっかり気にしてしまう場合もありますそうするとね子供は聞かれた質問に対して学校で何があったって聞かれただけでうん学校でっていうことを素直に答えてしまって例えばまあ友達と喧嘩しただとかちょっと今はぶられてるだとか何か意地悪されただとかそういう答え を言ってししまう場合だとあるかもしれないですねそれを聞いた親御さんはもうそれが全ての原因だこれが子どもの不調の原因なんだっていう感じで学校に訴えたり大騒ぎしたりとかそういうこともあるかもしれませんが実はそれは聞かれたことに答えたわけであってメインの問題ではないことだってあるんですよね。で あのこちらの動画でね、お父さんお母さん、今のご家庭はスイートホームですかと問いかけている動画を配信しています。そこで詳しく説明しているのでね、あのまたよかったら今上に表示されていると思いますので、そのタイトルをタップだけ、クリックだけしておいていただければ、次のこの後に見る動画の再生リストに載りますので、えぜひクリックだけしておいていただきたいんですが、まあ、ここでも少し触れておきます。本来、ね、ご家庭は ご家族が疲れて帰ってきたらその疲れを癒し傷を癒して心の栄養補給を行ってまた元気になって体力を回復して外へ出かけていくというね港のような働きがご家庭には求められるんですねつまり外で少々船体が傷ついて燃料が枯渇してなくなりそうになっても港にさえたどり着けばまた復帰できるっていう役割が家族家庭には期待されているんですね。 とところががが夫婦が不仲だなななかかかそうはいかない状況が続きます外で何か辛いことがあって抑圧を受けて傷ついて帰ってきても家でもまた抑圧して傷ついてしまうということになると子供はどんどん AC かアダルトチルドレンかしかねないんですね。本来家庭が港の機能を失ってしまったらこれはもうはっきり言ってしまうと離婚もやむを得ない選択肢となりえます。なののので今回のご相談のように夫と仲良く もうやり直す気はありませんというね、そういう状況にまで発展してしまっているのなら、それはもう修復が難しいのかもしれません。お子さんにしても、ずっと見守ってきた両親がね、自分のために無理している、頑張っていると分かった段階で、ますますしんどい思いをしてしまうので、修復が難しいとおっしゃるならば、むしろ離婚をした方がいい場合だってあるかもしれません。えー、日本ではね、今、3組に1組のカップルが離婚している状況だというふうに、何も珍しいことではないとも言えます。ただ 夫婦関係を続けるにしてもね、終わりにしてしまうにしても、ちょっとね、一つ気をつけてほしいことがあるんですね。それは、これだけは子供に言ってはならないし、そう感じさせてもならないという言葉です。これ何かというとね、子育てにはお金がかかる。お金がないから別れられないんだ。そういう思いであったり、言葉ですね。 でこれを聞いたね方がいや、だってそれが真実だしと思われるかもしれませんがね、真実だからといって、これは言っちゃいけない言葉です。でなぜ子育てにはお金がかかるとか、あなたが子供がいるからお金がなくて別れられないんだよなどと言ってはいけないのか。それは子供が僕が、私がいるせいで、親は親の人生を自由に生きることができないんだ。自分という存在が親を困らせているんだ。自分が別れて欲しくないと ここうやっっっててて踏んん張っていることがかえって2人には迷惑なんだ自分は2人を仲直りさせられなかっただけではなく金銭的にも足を引っ張る迷惑をかけてしまう存在なんだというそういったね間違った解釈がこの先の未来に深い影を落としてしまうことにもなりかねないんですね。 で言葉にしないまでもただでさえ子供はね自分のせいじゃないか自分が救えなかったんじゃないかもっと頑張ればうまくいったんじゃないかと理解して落ち込みがちなのに別れたいのにあなたのせいで別れられないのよみたいな感じで受け取ってしまうと子供はポキッと折れてしまいますはっきり言いますが離婚というのはあくまで夫婦の問題です子供には何の罪もないはずですお子さんにはあなたには何の責任もないのよ むしろ頑張ってくれたのよく知ってるよ期待に応えられなかったのは親たちでむしろ申し訳なく思ってるよこれからも私はシングルになっても新しい人生を作っていくので見守ってほしいと言える状況にならないといけないわけですよね。こういう言葉を何度も伝えてあげてほしいわけです。で子供ももね「もういいわかったよ分かってる分かってる」分かってると言ってくれてもそれでも「あなたは何も悪くないよ」と言い続けるぐらいの気持ちが大切なんですよね。 離婚か和解かという問題に関してはね私たちカウンセラーのような第三者がお話をお伺いして介入していくことで状況が変わるという場合も結構経験してきていますでお二人で考えているとねもう和解は無理なんだそうするともう離婚するか仮面夫婦かどっちかしかないというねなんか二者択一を迫られたような状況に陥りがちなんですが別の受け止め方別の着眼点別の考え方で 別の進み方が見つかる場合も少なくないんですよね。あの宣伝っぽく聞こえるかもしれませんがね。それでもあのお子さんのためにもちょっと僕はお伝えしたいことがあります。あの党カウンセリングではね。夫婦カウンセリングもやってます。なので、カウンセリングを受けることでね。劇的に夫婦仲が改善する場合もあるんですよね。また正直言って残念ながらそこであもう無理だなってこう。お互いがこう感じちゃったなと思って。そこで終わりになるっていう場合も正直あるんですが、これね。どちらにせよ。 今後、どのようにお子さんのことを守っていくのかも含めてね、話し合いの場に中立的な私のような第三者を入れるというのは悪い選択肢ではないと思うんですね。でもう一度考えてみてほしいのは、別れるのか、もう一度や,るやり直せる可能性があるのかについての判断材料というのは、港でいられるかなんですよね。どうすれば我が家がもう一度港として機能できるのか。 ということのみなんです。で、それがやっぱ難しかったら諦める必要もあるかもしれませんし、もう一度何とかしたいと思われるんだったらね、ぜひカウンセリングを受けるという選択肢も選んでみてください。まとめになります。今日は子どもが不登校＆親同士が不仲な時。 っていうこと、ダブルパンチの時にはどうしたらいいのかっていうね。ご質問をもとにお話しさせていただきました。ま、私自身たくさんのご相談を受ける中で、ご夫婦の関係性がどんどん改善していかれる場合もありますし、そしてその後にね。お子さんの不登校問題も解決しちゃったっていうこともね、たくさん見てきました。夫婦不仲なご家庭のお子さんというのは、自分の無力感を味わわされるという経験をしてしまいます。 喧嘩したり無視し合ってどうにもならない両親の姿を見てね自分なりに一生懸命頑張ったけどもいい子になろうとしてるうちにねでも外でいじめに遭うだとか友達とのトラブルに遭うだとか、えー、受験失敗成績低下夢を否定されるような体験それが親にも相談できないままどこにどう持ってっていいのか分からずポキッと折れてしまうという状況も少なくないんですよね。 そこで本来、家庭が港の機能を失ってしまったなら、離婚もやむを得ないという選択肢となり得ます。まあ、ここでお子さんに対して絶対感じさせてはならない、伝えてはならないのが、子育てにはお金がかかるだとか、あなたがいるからお金が辛くて、厳しくて別れられないみたいな言い方ですね。この自分の存在が親を不幸せにしていると思うとね、お子さんの心は壊れてしまいかねません。何度も言いますがあくまでも離婚というのは親の問題であり、 えー、夫婦のの問題で子供には何の罪もないはずですもしよかったらね AC カウンセリングの夫婦カウンセリングを受けて今後どうしたらいいかも一回ご検討ください特に問題なくても年に一回程度ねあのうちのカウンセリングを受けてくださるカップルも実はおられたりします。 お話をお伺いするとね、もう車検みたいなもんです、メンテナンスのようなもんですと。で、えー、過去にね、離婚が回避できたのも吉野さんのおかげなんで、えー、時にはこうやって話することが私たちには大切なんですとおっしゃってくださるとね、私自身とても嬉しい気持ちになります。もう一度ね、今のご家庭を港にするということを考え直してみませんかそういうふうに考えて頑張ろうとするね、ご夫婦とお子さんを私は応援します。 前に進むためには今の場所から足を離す必要があるんですよね。今日お伝えした夫婦仲が悪くて苦痛でしょうがないご夫婦が子供の不登校にどう向き合っていくかっていうご相談に対してはね、もしこの動画をご覧のあなたにも心当たりがあるのなら、そこから一歩抜け出そうという行動が大切なんですよね。スイートホームを再構築するために、ぜひあなたが前に一歩踏み出すことを私は応援します。 これからもね、このチャンネルでは自信を失いそうになった時の立ち上がり方について情報をどんどんお伝えしていきますので、チャンネル登録やいいねボタンを押していただければ、あなたに役立つ情報をお伝えできますので、ぜひ登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。今日もありがとうございました。